東大箱は、大箱か大箱族の多年層。大箱に煮るが全体に、無毛で大型になる。根茎から10から17個の葉が、束製し、斜めに立つ。葉芯は、長さ8から25センチメートル、幅5から18センチメートル、卵型で、少し厚めで角質、やや平行する数本の葉脈が目立つ。先端は鈍く、基部は、次第に細まって、柄になり、 長さ3から20センチメートルの傭兵となる。円には不明瞭な少数のシガ状の挙子が見られる。夏季は7から8月。葉の間から高さ40から80センチメートルになる長い家計を1から5本伸ばし、水上過剰に多数の花を蜜につける。学片は2ミリメートルの楕円型で、先はマリー。果敢は白色で先が4列して反り返る。 悠水は4個あり、果敢の外に長く突き出る。果実は、果てで学編の2倍の長さになり、楕円型で、一家の中に、長さ1ミリメートル前後になる楕円形の種子が8から12個ある。和名は、東王箱で、大箱と比べて大型で、多少風変わりな姿を異国風と見て、中国からト来したものだろうとして名付けられたものと考えられるが、種小名の通り日本産である。 北海道、本州、四国、九州に分布し、日当たりの良い海辺に生育する。ありがとうございます。